10月237カヨデチ訓練が去る22日に行われました。第5回世界 RTS 大会が去る24日、トピョン RUTC で開かれました。おはようございます。RUTC ニュースをお伝えします。10月237カヨデチ訓練が去る22日に行われました。フィリポ・カイザリアからローマまでの御言葉成就の方向で毎月行われている237カヨデチ訓練で、リューガンス牧師は個人福音家、地域福音家、世界福音家のタイトルで3つのメッセージを伝えました。第1講義目では、リューガンス牧師はまず先に私が福音化されるべきで、そのためには7つの櫓で聖霊の満たしを受け、7つの旅程で聖霊の導きを、7つの道しるべで絶対櫓を立てる 300% の答えを受けなければならないと伝えました。引き続き第2講義目では、地域と教会信徒と教会を生かすべきで、完璧な聖霊の導きを受けて現場を分析し、持続する弟子を立てる 300% の櫓を立てなければならないと伝えました。最後の第3講義目では、宣教櫓を立てるとき、天地開闢の働きが起きること、世界福音化のために、朝に私を生かす祈り、昼には人を生かす祈り、夜には答えを受けて癒される祈りを通して、3つのには、金土日時代、木曽時代の答えを味わわなければならないと伝えました。11月237カヨデチ訓練が登録中です。11月13日水曜日午後6時までウィアで登録を受け付けています。一方、11月237新しい家族の働き人訓練の登録は来たる30日に締め切りとなります。第5回世界 RTS 大会が去る24日トピョン RTC で行われました。237五千職福音家のために、木曽運動、伝道運動、福音運動、一千櫓運動の答えを味わう伝道者の方々が集まった第5回目の世界 RTS 大会が、最も小さいものも軍団となり、最も弱いものも強国となるという主題で去る24日進行されました。第1講義目のメッセージで、リューガンス牧師は根源を生かす伝道弟子っていう題を持ち、参加者を生かす働きに挑戦することについて伝え、 100% 私と教会を生かし、 100% 現場とシステムを準備することについて語られました。また、私たちに与えられた使命は、信徒を癒しサミットにすること、そして世界福音化に挑戦するようにすることが私たちの生活であると伝えました。引き続き第2講義目では、世界を癒す主役っていう題で、私たちの牧会の目標は、イエス様の最後の降壇の契約を握ること、そしてイエス様から与えられた完全福音を持ち、神様の計画を見ることが完全な答えであると言われました。また、失われない完全な櫓を立てるようにと伝え、私たちに与えられた最後の機会は癒しとサミットであり、教会と地域と世界を生かす絶対櫓を準備することについて伝えました。カルバリ農家オリーブ山マルコの屋上の部屋の契約で 300% のシステムを立てる櫓運動、先週の土曜革新はレムナントデイとして、ソウル北部市会中心にチャンデ教会で礼拝を捧げました。この日、リューガンス牧師はソウル北部市会の牧会者夫婦、世界産業宣教会住所者大学院の役員、また小等青少年の伝道神学院の講師団に、小学生と青少年の刻印ね、体質の特別メッセージを伝えました。各面談を通して、金土日時代にレムナントたちを福音によって個人化させ、また全体が集まって福音で刻印を変える時間を作るようミッションを伝えました。また本部中心に毎週革新の巡回が行われ、その地域の産業人、住職者、レムナントの働き人が集まり、それぞれ御言葉を受け、 300% を実際的に準備する櫓が建てられています。教会で信徒のお母さん、伝道者の支援者、道路者が集まる第21次女性教育者修練会が、癒す伝道者の主題で11月4日トピョン RUTC で開かれます。国教会のすべての牧会者および牧師夫人、女性教育者を対象にして、第1講義目は午前11時、
2講義目は午後7時に宣言されます。登録は31日に締め切りとなります。第8次アジア産業人大会が3つの経済の回復っていう主題で11月12日から2日間インドネシアバリで行われます。第1講義目は12日午後6時30分に行われ、第2講義目は翌日13日午前10時、第3講義目は午後3時に行われます。11月2日まで延長登録を受け付けています。詳しい内容は、ウィア海外集会日程案内で確認することができます。第7回東南アジア伝道集会及び第22回フィリピンレブナント大会が12月17日から2日間フィリピンクラークで開かれます。五千主食を生かす機会という主題で第22回フィリピンレブナント大会が17日に、翌日18日には第7回東南アジア伝道集会が237の機会という主題で行われます。11月1日から登録を受け付けます。詳しい内容はウィアで確認することができます。ヨーロッパ産業人大会及び伝道集会が騙されない絶対やぐらの主題で、来る29日から3日間ドイツミュンヘンで開かれます。祈りの手帳11月号が発売されました。237五千食に進む重要なターニングポイントの時刻表、インドと中央アジアの民族を紹介します。学院福音化メッセージは、すべてのことをする前にまず先に備えることを確認し、神様が与えてくださったタラントを見つけ、3つの集中と3つの答えを味わうようにしています。また今月はアメリカの集会 RCA が進行されます。昨年度に述べられた御言葉上手を確認して黙想することができます。集会場のご案内及び祈りの手帳の購入は、すべてウィアのホームページで確認することができます。お知らせです。来週の土曜革新礼拝はオンラインで礼拝を捧げます。始まりを知っている人は、その過程と世界福音化を知ることになります。神様の絶対計画の中で、私とまた人生産業がその計画の中にとどまることを願います。以上 RTC ニュースでした。ありがとうございます。